はい、お待たせしました。は、出ますね。8位だよ、審判ご利用。どうも、こんばんは、こんばんは、ジェシです。はい、1週間のご無沙汰でしたが、先週ね、お笑いトーク、お笑いトークちゃおう。先週、私ね、ええな思ったんです。いきなりですね。いちさん、こんにちは。皆さんどうですか、これ。大きいですか、大丈夫、はい。BGM出た。うん。OK。1週間のご無沙汰でした。つよしでーす。はい、今日は腹から声出していくぜ。はい、先週、お笑い特集したでしょ？見ました？見てくれた？あれね、自分で見ててこれええわ思いまして、結構ね、おもろいな思って自分で言うない感じやけど、普段ね、私ポソポソ喋るでしょ？あれよりは、キュキュキューみたいな方が、面白くてええんちゃうかなと。思いまして。ユミさん大丈夫ですか？ついてきてくださいよ。ついてきてや。はい。オッケーいただきました。はい。なんか空元気みたいな、自分でね、思うんやけどね。でも案外、見てる方にはこれぐらいやった方が伝わるんやな、思いましてね。でしょ？そうやね。そうやろ？はい。ちょっとね、あんまり慣れへんねんけど、ちょっと関西弁でしばらくやってみようかなと思いまして。はい。伝わって楽しい番組。だけど中身はちょっと深いで、っていうことね。そういう番組にちょっとシフトしていきたいなと思ってますんでね。はい。そうです。変わったなって、イミーさんね。はい、そうです。どんどん変わっていかないとね、我々も。これがイノベーションです。これがイノベーションです。はい。どんどんね、これぞ変わっ、同じことマンネリはいかんず、マンネリはいかんのよ。ね、破れかぶれでも何でもね、思い切ってやってみたら、答えが見つかることってあるやんねっていう。先週の放送、まさにそうやったん、僕。いつもね、いろいろ考えてたんですよ。自分のね、一応放送見てるから。そうそう、なんでこう、なんかね、面白ないねやろな、みたいな、ずっと思っててね。いろいろね、まあ反省とかするわけです。一応真面目なんでね、目が。だけど、いろいろ、理由を自分のね、ない頭で考えても結構分からへん。それよりも、なんかね、思い切ってやってみたら、見つかることがあんねんな。はい、なんだね。だから、こういう思い切った、ビョーンって飛ぶやつはね、ビョーン飛ぶやつはええと思います。みんなやっていこう、それね。はい、そういうことを今日は言いたいな、と思ってます。はい。のっけからむちゃくちゃですけれども。はい。アサラルちゃん。うるさい。うるさい言われた。イネさん、うるさい言われた。うるさい言われた。ごめんね。ちょっとね、関西弁のノリが怖い言う方もね、地方にいたらいらっしゃるみたいなんでね。なんかどうかなとは、思うは思うんですけどね。でも、多分今の方みんな楽しいやね、見ててね。どう？どう？っていう。はい。楽しいか、痛いか、まあまあ。ともかくね。まあ、どうなるか私もわからんねんけど、とりあえずちょっと着地点見つかるまで今日はこんな感じでちょっと試しにやっていこうかなと思ってます。はい。でも後半だったらもっと戻ってたりしてな。はい。はい、サルルちゃん。今日も、ユーストリームのね、はい、サルルちゃん、今日もありがとう。ありがとう。今日はこんな赤い、うちわです。これね、後で何か言うのを説明しますね。はい。で、オープニングです。ちょっと一足早かったですが、まあ、秋いうことでね、ちょっと秋風景に変えました。うちの近所にも、そろそろね、これが、なんちゅうの？彼岸花？彼岸花がね、綺麗に田んぼに咲いてましてね、これ秋の風景やな思いまして、はい。早速取り替えてみました。はい。ただ、オープニングのね、映像あまり綺麗ちゃうね。ちょっと申し訳ないなと思うんですけど、ただね、私の、YouTube の方には、高画質版をアップしてますんで、よかったらまた見てあげてください。見たってくれ。見たってやー。
見立ってやーって。はい。でね、そうそう、お笑いはいいんやけど、そうそうそう、トレンディエンジェルって古かったよね。うん。これが今年流行るでっていうふうに思ってたんやけど、そんなの全然古かったっていう。なんか、古いよって言われました。ガクーンでしたけど。はい。今新しいネタ、今これが流行ってんねんなって教えてください。はい。はいはい。オープニングの映像は、おなじみ、西川進さん、ネタリスト西川進さんの奇跡のかけらより、曲を頂戴しております。どうも、おきに!おきにー!これぐらい?こんなもん?はい。はい、長月でーす。では、恒例のオープニングトークですが、まず、心配ゴムをの、ガンダムさんですが、見てねえっす!忙しくて見れねえっす!だからまたちょっと今日飛ばします。はい。で、青い炎もろいね。あれはつい見ちゃいますけどもね。はい、この、なんちゅうかね、いろいろ参考になるなぁ思ってね、顔芸とかね、主人公のおもろいなぁの顔芸な、こんな感じでね。しかしみたいな。あれ、ちょっとこの番組には取り入れられへんかなと思ってね。こんな感じでね。うん。こういう感じでね、顔芸を取り入れながら喋ると、番組楽しくなるかなと思って。何でもやってみるからね、俺ね。はい。で、まあ、それはいいんですけども、トンコさん。前々からね、突っ込みたがってんけどね、トンコさんって、花秋に似てんな思ってまして。花秋さん知ってます?皆さん。知ってる?知らない。何話のキョンキョン言われとったし、女優さんなんやけどね。知らない。イネさん知ってる?花秋さん。女優さん。あんたの彼やーって言ってた。知らんの?決め台詞。知らんね。現在は、一時ね、テレビを出てましてね、全国区でね、おばちゃん、さんまさんとドラマ共演したりしてましたよ。はい、大阪の、まあ、女優、大阪の出身の女優さん言うから、モダンチョキチョキジの浜田麻里さんか、花秋さんかみたいなね、劇団新幹線の。はい。で、花秋さんが、どうも、とんこさんが花秋さんに見えると、よう似てんなと思いまして。ひょっとして、先生が好きだった女の人って、花木ちゃんやったんかとか思ったんですけどね。って言いますのは、花木さんもね、もともと大阪芸大、ね、在学されてまして、舞台、設計家かななんかいう方で、ね、まあ、大阪芸大で、劇団新幹線、旗揚げされまして、まあ、その時の看板女優だったということが有名です。はい。もう一つね、だから大阪芸大出身の、劇団やったらね、劇団新幹線と、南河内万歳一座、はい、なんですけれども。まあ、そんな絡みがあったんで、そうなんかなと思ったんですけどもね。まあ、そういうわけじゃなくてね、実は、とんこさん風に演出してるということで、監督が、番組の福田監督ですかね、がつぶやいてはりましたんで、あ、なるほどね、と。だからなんとなく髪型とか喋り方がね、それ風になってんねんな、という。はい、そんな裏話がありました。はい。でね、番組ね、番組も知らんですけど、ツイッター見てたら、関係者がみんな見てつぶやいてるんですね。作者もなんか絶叫してますからね。ああ、それはそれでまあ、こういうスタイルなんやなと思って、その辺も面白いですね。だいたい普通番組の作り手はね、沈黙してるもんだと思ってたんですけども、この番組に関しては偉い。どんどん騒いでますからね、関係者同士で。なんかそういったのも新鮮だなと思いました。はい。はい、あ、そうそう、花秋さん言ったら、今はね、狂言師泉元也さんの夢です。はい。です。ご存知ですかね。はい。まあそんな感じですけれども、バンバン喋っておりますがね。で、青い炎ね、おもろいから言ってね、結構友達とかにも勧めたりしてんねんけどね。普通の人に受けませんでした。ね、ついていけない言われて。残念っていう。はい。あれがおもろいわー言ってくれる人は、だいたいオタですわ。っていうことでね、私みたいね。はい。はい、そんな感じでございます。あと何やったかな?今日、いつもなんか最近漫画とかアニメのネタ多いでしょ?はい。サブカルに今ガー言ってますから。
はい、なんかね、先週末に京都で、イングラムがいてたそうで、はい、イングラム言いますと、パトレーバーのね、あれです。ご存知ですかね。あれです。モビルスーツちゃうよ。なんかな、まあ、イングラムっていうね、パトレーバーのメカが、実寸大の模型が、模型なんですかね。あれがなんか、京都の平安神宮をバックにして、ビヨーンって、なんか立ち上がってたらしいです。はい、ちょっとね、見に行きたかったんですけどね、残念ながら他の用事が入ってましたんで、見に行けずでしたけれども、はい。あれね、ぜひこの番組で、まあ関西ネタなんでね、紹介したかったんですけれども、ちょっと行けませんでした。なんかね、京都国際漫画アニメフェアいうのをやってたそうです、先週の土日に。はい。漫画アニメの総合見本市ということで、はい。京都漫画ミュージアムと、国際会館かな、なんかそんなところで、なんかやってたらしいんでね、今一番そういうの興味あったんですけれどもね、はい、残念でございます。はい、まあ、その代わりって言ったらなんですけれどもね、その代わりっていうのも変やな。まあ、私は、日曜日はね、なんだっけ、ちょっとスケッチの勉強に行ってたんですよな。で、森口、大阪のね、森口で、ジャズフェスティバルがあったんで、まあジャズシンガーをこうやって書いてたんですけどね。はい。まあ、そういう、まあ、たまにそんなこともしてるんですけども、まあ、スケッチなんで、歌ってる人をこう見て、その場でガーって書く練習みたいなね。そんなことしてたんですけども、なんかね、で、その帰りにね、ちょっと早めに終わったんで、時間があったんで、ちょっと時間あるし、なんかええとこ、どこ行きたいなと思って歩いてたら、ちょうどこう、通り道ね、駅に行く通り道に、ミクが、初音ミクさんの、さん付けやね、もうデフォルトでね。初音ミクのね、あれがあったんですよ。ポップが、縦看板があって、おう、これはと思って目引きまして、それで、ゲーセンですかね、ゲームセンター、今、ゲーセンって言うんですかね。おやらの時、ゲーセン言ってたんやけど、で、ちょっと初音ミクどんなんかな思って、久しぶりに足踏み入れたんですよ。10年ぶりぐらいかな、もっとかな。とりあえずね、ゲームしない人なんでね、長いこと言ってなかったんですけども、まあ、初音ミク見たさに入ってみたらね、まあ、えらいことになってますね。ほんまに、ゲーセン。なんちゅうの？アーケードゲームっていうかな？で、音系っていうの？鳴り物系っちゅうの？ようわからんねんけど、コナミさんとかね、とりあえず音に合わせてなんかいろいろプレイするタイプのやつがドーって固まってるようなブース行ってみたら、まあ、すごいこと。カルチャーショック！カルチャーショックみたいな感じで、はい。飛ばしまくってますけれども、はい、なんていうんですかね、まあ、プレイヤーもみんなも若いのは当然ですけど、ゲームがすげーみたいな、こんな進んでんねやっていう、3D バリッバリで、ね、で、なんかね、まあ、グラフィックがとりあえず綺麗でした、はい、ね、選手なんていうんですかね、もう、すごくかっこいいね、今時のゲームのグラフィックって、めっちゃかっこよくなってるやん、思って。はい。私が知ってることどうやろうな。鉄拳とか、せいぜいそんなもんなんでね。あっから比べてだいぶ進化してんなとは。当然だ、当然ですよ。それで画面がね、なんてデジタルサイネージ言うんですかね。ああいう、こうでかい。これ全部、なんていうん、液晶やし、で、デフォルトで当然のごとくのタッチパネルでこうやって、パパ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 パってプレイしてるな、あれね。ひゃー思って、もうそれだけでもすごいんやけどね。グラフィックが結構いけてましたね。エヴァキューね、先週、エヴァキューの話しましたけど、エヴァキューのかっこいい、なんかクールなグラフィック、みたいなのがもうすでにゲームの中デフォルトやったんやん、思って。ゲームでもうすでに当たり前なんやな、と思ってね。なんかいろんな意味でショックでした。っていうか、こんな進んでんねや、思ってね。あと、ミクさんね、ミクさんの、先週ね、一生懸命特集しましたけど、ここで使われてんねやな、と思いました。ボカロ曲がね、なんかいっぱいバー出てきて、それなんか、プレイヤーをこうやってビュッて選んでね、手で、パッと使う、ピュッてやって選んで、そしたら、3G の、3GCD のね、ミクキャラがこう、いろんなシチュエーションでダンスとかしてくれながらね、で、歌をこう、パパ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 、タン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 みたいなね、僕はしなかった、とてもできないんで、若い子がやってんのを、外から見てただけなんですけれども、はい、もうちょっとしばらく釘付けになりました。まあ、すごいね。あと、なんか知らんけど、ダンス系のゲームとか言ったら、こんな区切りがされてあってね、えらい広いスペース取られてる。ゲーセンのこんな広いスペース取って大丈夫なんかな思ってたら、しばらくしたらそこになんか男の人が入ってきて、こう、
こなして踊ってましたけど。ね、あれ、すごいね、多分、カメラでこう、位置、この手の位置とか全部押さえてるんですかね、あれね、こう。それで、正しくダンスが踊れたクリアみたいなやつですかね。なんか、進んでんなぁ、思ってね、イネイさん帰ってきた。ゲーセン行ったんです、久しぶりに、10年ぶりぐらい。そしたらね、ゲームセンター。そしたらね、うん、ダンスゲームとかあるじゃないですか。ま、ダンス、うん、せいぜい足でこう、足で踏んだりとかして、こう、今まで転打してるじゃないですか。あ、踊ってくれた、踊ってくれた、踊ってくれた、ありがとうございます。映してあげたいけど、映してあげたいけど、こっち来て、こっち来て踊る。で、なんかね、カメラ、なんかちゃんとプレイヤーが、その CG のキャラと合わせて、こんな人踊るんですよ、こんな人。こんな人踊るんですよ。そしたら、それちゃんとなんか認識してるのかなんか知らんけど、それをクリアとかしてたから、へえ、思ってね、進んでるね、今のゲームね、っていう話です。はい。いっぱいいっぱい喋りましたけれども、サルちゃん。はい。銀河鉄道39のコスプレや。何何何の話かな狂ってる。ユネさん、狂ってる言われました。はい。いやいや、わかんないです。サルちゃんね。はい。マットホーリーならぬ、マットツヨシでお願いします。はい。39のコスプレって何の話かなタンコさん。ああ、そうね。見てたよな、サルちゃん。そう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 。ね、目、そうそうそう。過去してましたね。メーテルのね。はい。まあ、オープニングこんなもんですかね。結構喋った？何分喋った？わからん！ 70 分。ん？20分喋っとる。うん、意外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 。ちょっと、本番入らなあかんね。はい。なんだっけ、今日のメニューですが、はい、ちょいとお待ち。なんか、パソコンが閉じとる。はい、OK ですかね。えい。お。あ、そうかそうか。なんか、すっかり寒くなりましたね。皆さん、季節の変わり目なんでね、風邪などひかないように、本当に。でかすぎた。ね、風邪などひかないようにお気をつけくださいね。私も、ほんまに、ちょっと油断したらね、風邪ひきそうなんで、なんとかしないとなと思いますけどもね。でもだんだん、ね、ご飯が美味しい季節になりましたね、でも。はい。と、喋りながら用意をしておりますが、でも私もね、いつもね、忙しくてね、ご飯食べよう思っても、なかなかね、ゆっくり食べれない日が続いてるんですけれどもね。はい、教師のカルチャー話です。今日のテーマですが、ちょっと真面目にやりましょうか、今からね。はい、西川すみさん、ありがとう、おきねーということで、はい。今日は岸和田のだんじり祭りの話です。岸和田だんじり祭り行ってきた、ちゅうことで。はい、これがね、いつだったっけ？いつだったかな？いつもの9月の頭ぐらいにやるんでね。あ、先週行った言うてたから、その前の週、その前の土日かな。はい。9月13、14行ってきました。はい。今日はその映像見せます。はい。俺の話よりも、迫力ある映像見てもらおうと思ったんで、はい。お楽しみください。はい。そして、もう一つね、音出た？うん、大丈夫。大丈夫。では。うまいことバランス取れへんな。うん。はい、岸和田のだんじり祭りの話、それからね、奈良国際映画祭。行ってきました、言うんで。まあ、その話と、奈良でね、行われている国際映画祭。どんなもんか、いうのを、ちょっと、いい機会なんで、皆さんにもお伝えしたいなと思ってます。そして、ニコニコ生放送を取り上げます。は何って、思いました。私ね、ニコ生を中継してる割には、全然ニコ生のこと知らんから、ちょっと勉強しました。はい。で、勉強したことは、還元します、ということで、この放送で一緒に勉強しましょう、ニコ生のこと。ついてきてや。はい。そして、日本のサブカルチャー、80年代、90年代を、
今日は、振り返りたいと思います。ちょっとずっとやってたんやけどね、この話できんかったんで。はい。ライオンを、とりあえず。そして、岡崎京子さん、漫画家の。はい。私、まあ、みんな好きなところなんでね、まあ、まとめてざざっとお話をしたいなと思ってます。あ、岡崎京子さん。はい。伝説の漫画家ですね。90年代に活躍しました。YMO は、まあ、説明もしてもない。80年代のテクノを代表するユニットでございます。はい。で、まあ、その後に、岡崎京子さん。で、エヴァンゲリオンです。毎週エヴァの話してるような気もするけどね。まあ、ええやん。今、私盛り上がってるんで。はい。まあ、合わせてね、これ何でしたっけ、日本のサブ、戦後日本サブカルチャーって今番組やってまして、それでね、ずっと一通り、なんていうんですかね、振り返ってくださいましたんで、まあ、それの歩行というか、補足、私的な補足をさせていただこうかなと思っております。はい。まあ、この手の話が好きな人、この辺あたりに、またいてください。そうか、ずっとまたいてほしいんですけどね、本当はね。はい。というわけで、星の林に月の船。毎週月曜日の8時から9時半目標で終わりたいと思ってますが、だいたい伸びます。やっております。私剛は、ことで活動する墨絵作家、墨を使ったアート表現で日本の古き良きことから新しいことを生み出していきます。剛ですって、前回の紹介の方が良かったかね。はい。既成の枠にとらわれない創作活動を目指しています。すいません、もう、違いは思われて、ああ、放送禁止用語でしたね。アホや思われてますけれども。ちょっとね、笑われてばっかりですわ。でも、それぐらいの方が多分ええんです、きっと。はい。メッセージお願いしますね。ちょっとみんなついてきてよ。ね。面白かった、笑ってね。はい。笑えへんちゅうね。ご視聴は、ホランのリアルならホームページから、ユーストリームの放送と、あと、ニコニコ生放送でも中継しております。ぜひぜひコメントよろしくお願いします。全部見るし、コメントお返しします。はい。つか、ニコ生の人たちがドン引きしてるんちゃうかなって、先週からね、思惑もないんですが、すいませんね。とりあえず俺やるぜ。やるっちゅうとやるんや。ちゅうことで。あ、つやしです。こんな感じです。はい、では、第一部始まります。はい。なんかね、ずっと絵ばっかり出してると、なんなのないような、ところどころね、こうやって顔を入れていったらいいかなと思うんですけれども、はい、岸和田のだんじり祭りです。お、こんな感じですね。はい、行ってまいりました。ちょっと真面目にやろうか。はい。大阪弁、ちょっとつけたような大阪弁でごめん。大丈夫？はい。岸和田といえば、大阪の南の方でございますが、おもろいですよ。めったに私行かないんですけどね。まあ、だんじり祭りはおもろいんでね、本物に行きますわ。はい。で、この番組も、ちょっと季節外れで、そうそう、私はね、こんな格好しておりますけれども、ちょっと、季節外れちゃ季節外れですけどね。まあ、お祭り特集なんで。まあ、今年最後のこういう格好にしたいかなと思ってるんですけれどもね。はい。この番組でもね、お祭り特集をやってきました。1回目がね、阿波踊りと、まあ、祇園祭りですね。京都の関西の代表的なお祭りです。はい。祇園祭り取り上げまして、次は天神祭、大阪の天神さん取り上げました。で、今日は3つ目でございます。岸和田だんじり祭り。はい。ちゅうわけです。でね、行ったことある人、手挙げて、はい。上がらへん。はい、上がらないね。上がってないですね。はい。危なしいわ。はい。いや、イニーさんだけ受け取るな。まあ、イニーさんに受けてたら、まあ、よしでしょう。はい、大阪のね、説明しますね。大阪府の岸和田市で行われるお祭りなんですよ。はい。岸和田城及びその周辺で毎年9月に行われます。あ、その前にね、大阪の岸和田男がね、ポイントでね、そうそう、まあ、話、大阪、関西ね、ちょっと古い話、そう、これなんかしたかったけどね、
大阪府ってね、今大阪府ってあるでしょ、今度ね、大阪府。大阪府。大阪府、思いっきり二つ分かれるんですよ。だいたい堺、堺がまた草なんでね、もともと堺って自治区やったんですね。中世はね。なんで、割とね、大阪の北の方、堺から上と、堺と堺から下みたいな感じで、なんか文化圏が分かれるんですわ。はい。大雑把に言うと。これなんでか言いますと、昔のね、いわゆる大阪府になったんが、大阪府になったんが明治からなんでね。で、堺も一時の堺県やったかな。あそこも独立しちゃったんですね。で、今の形になってからまだ、頑張って、せいぜい100年ぐらいですよな。ですから、それより昔のね、まあ、2000年近くは、違う国の形やったわけですわ。って言いますのは、摂津の国言うてね。上の方は摂津の国。で、南の方が、なんだっけ、仙南市じゃないわ。泉の国言うてね。泉の国。で、こっち側、そうや。河内の国だったわ。なんだ、三つに分かれるんか。はい。まあ、堺を置いといて、もう、摂津の国と、泉の国、河内の国と、河内の国ね。河内のおっさん言うのね。河内のおっさんの歌の河内のね。はい。まあ、分かれるんですよ。まあ、大阪府以外の人に分からん説明で申し訳ないんですが、とりあえず地域によってちょっと文化圏がちゃういう話ですわ。知りますのは、いわゆるね、パリッパリの大阪、先週私の番組で取り上げました、いわゆる何和の国よね。何和って言われる国は、上の方なんですよ。あれ、摂津の国言っててね。昔はね、奈良時代とかは、摂津の国のこと、まあ大体南波という呼び方だったらそうですわ。はい。だから、いわゆる大阪のことごとの、文化圏言ったら、何話の文化圏言ったら、だいたい、そう、もっと摂津の国なんですけども、摂津の国言いましたらね、実は尼崎の方まで含まれるんですね。はい。須磨とかね、須磨海岸とかあるでしょう。だから神戸、今やったら兵庫県に含まれてるところも、昔は、摂津の国やったわけです。神戸さんね、出てくる、誰だ、人のね、出てこん名前が、ね、摂津の国で出てきますけれども、とりあえず何て言うんですか、今、尼崎とか、ああいう部分も、何和県なんで、要するにお笑い文化が通じるんですよ。ちゅうわけで、何が言いたいかというと、ダウンタウンさんって、尼崎出身なんですね。で、結構、なので、要するに大阪府と、何や、兵庫県だけで考えとったらあかんでという話です。はい。ああ、なんか、ぐーんと下がってもうたな。はい。でですね。まあ、そんなことなんですけど、まあ、南の、まあ、大阪の中の、仙南区、泉の国の、まあ、言ってみたら、象徴するようなところですわ。岸和田はね。はい。で、岸和田城というところがありまして、まあ、その江戸時代中期ぐらいからね、まあ、お祭りがあったそうなんですけれども、はい。まあ、説明しながら映像出しましょうか。はい。サロちゃん、お待たせしました。はい。早速映像見ながら話しましょうかね。はい。これあれです。だんじりで使ってたね、うちはね、ゲットしました。はい。この番組で使っていこうかなと思ってますけどね。今日はこんな感じで。はい。ちょっと映像出しましょうか。はい。お待ちくださいね。いや、だんじり祭り。あ、そうそう。で、だんじりの話もしながら、なんだ。もう一つね、岸和田といえば、オープニングの忘れましたね。岸和田といえばもう一人ね、顔役がいらっしゃるんですけど、越野三姉妹というね、有名な方々がおられまして、その方の、なんていうのですかね、情報館といいますかね、越野要塞店、小原要塞店、要塞店か。小原洋装店と、そうですね、越野洋装店というのがあります。連続テレビ小説カーネーションで、舞台となったところです。はい。まあ、そちらの紹介もこの後ほどしたいと思います。ので、お楽しみに。ちょっとこっちは写真とかいっぱいありますんでね。カーネーションファンの方、お楽しみに。はい。とりあえず、だんじり行きましょうか。はい。
あとね、今こんな感じでございます。ただ迫力がね、すごいです。迫力が。パリッパリですよ。はい。から商店街なんか駆け抜けてるんですね。あ、こっしゃんです、こっしゃん。はい。まあ、ね、ドラマでも再現されてましたけど、ほんまにあの、越野さんのとかね、あの、お店の前は、なんだろう、だんじりが駆け抜けていきましたね。はい。それまでゆっくりしてますね。まだ、やっぱ商店街で人が多いんで、炎上してるのかな。石原だんじり、だんじり祭りは大阪府石原市で行われる祭りです。岸和田城下およびその周辺で毎年9月に行われます。今から約260年前、江戸中期岸和田藩の頃で始まりました。まあ、すごいですよこれね、大回しのこれが見どころですよ。はい、映像でどこに伝わるかですけどね、まあスピードが速いですね。はいはい、もう4マスリット抜けたらね、もうこの人にアジェントします。速度に乗っただんじりを方向転換させるやり回しが大事なんですけどね。はい、まあ、曲がり角がね、まあ、こんな風に人がうわさーっとなってみんなで感染してるわけですね。はい、でたまに、たまに家にぶつかったり倒れてきたりすることもあるそうですね。危ないっちゃ危ないんですけど、まあ、それよりもやっぱり盛り上がりの方がね、上っております。この上にね、もっとピョンピョン飛び跳ねるのがもうすごいね、めちゃくちゃ高いんですよ。怖ないかなと思いますけどね、やっぱもう気合入ってるんですよね、あれね、上に乗ってる人は、まあ、かっこいいですわ。ほら、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 みたいなね。はい。で、あれ、ほんま落ちたら、大怪我どころかすまんかもしれないね。すまんやけど、守ってる人間にしてみたら、一世一代の春舞台からね、そんな、ねえ、それできるだけでも、うわぁ、ほら、みたいなね。ほら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 みたいなね。もうほんまに心からね、祭りを楽しんでるのが伝わってきますね。ふっさー、ふっさー、ふっさー、ふっさー。はい。このね、それは
使ってたやつ、使われてたやつですね。なんか何、柿とかで染めてんのかな、もう赤くてかっこいいんでね、これにちょっと墨絵描いて、今度使ってみようかな思ってるんですけどね。はい。はい、サルルちゃん。うん、あのね、あれ映像と音くっつけとって、なんかちょっと消せんかってごめんね。はい。すまんね。まあ、今日こんな感じです。はい。よかったらまたね、岸和田だんじり祭り毎年やってるんで見に行ってやってください。で、岸和田に来ましたらもう一つ面白いものがあります。って言いますのは、はい、先ほどの、越野洋装店のお話です。はい、カーネーション見てました。朝ドラです、朝ドラ。朝ドラ私ね、いつも見てるわけじゃないんですけど、一滴見てましてね。って言いますか、まあ、ファッションが好きやったんでね。で、越野さん兄弟の話になるいうんで、結構楽しみに見てたんですけど、ほんまもろかったですわ。やっぱ大阪放送局が作ってたんで、まあ、ノリがね、もう大阪人が喜ぶような展開でね、特にいとこさんね、いとこさん役の、方が、なんや、あの方ね、小野松さんね、小野松さんの実は奈良出身なんですけどもね、でも、役柄ではバリバリの大阪なんでな、キュレー、キュレーみたいなね、あれがおもろくておもろくて、ハマりましたけどもね、まあそんなばっかりじゃないんですけどね、泣かせるとこもあり、笑わせるとこありで、なかなか大阪らしい、ドラマと思います。はい、ああ、そう、その前に、それ行く前に、岸和田のお祭りね、いろいろ行きましてね、今、こういう髪型がね、流行ってますよね。はい。で、特に、だんじり祭り、ものすごいね、この髪型が多かったんですよ。特に。はい。ね、いわゆるあれですわ、子供のダンサー、キッズダンサーがね、この髪型をしてますよね。なんちゅうんかな。いわゆるね、ブラックの、ブラックのりのお姉ちゃんが、するね、R&B みたいな雰囲気のね、髪型ですけど、あとキッズダンサーがね、この髪型をしてます。なんて、網網にしてね、目いっぱい網網にして、それをこういろいろ組み合わせて形を作るみたいなやつでね、あれがちっちゃい子供がみんな、まあ女の子ですけどもね、女の子限定ですけども、男の子はもう丸坊主みたいな感じでしたけどもね、なんていうのかね、書いてないかな、混合っていうんですかね、はい。あと、女子の髪型は、モヒカンですね。モヒカンか、まあ、編み込みのアップスタイル。あと、コーンローというね、その髪型が、特にだんじり祭り多かったです。はい。もう流行ったんですよ、こんな。とりあえず、流行なんで抑えてみましたけど、特にね、だんじり祭りは多かったですわ。ひょっとしたら6割、7割ぐらいこの髪型やったんちゃうかな、みたいな。はい。大流行でございます。他の祭りでそうなかったですけどね。あ、乾さんが行かれますか？戻ってきたね、また。はい。お見送りです。はい。つやかでこれから私一人放送になります。寂しいな。さよなら。はい。1時間後に帰ってくる。はい。はい。1時間後に終わってたらいいんやけどな。はい。はいはいはい。すいません。ちょっとね、乾さん仕込みがあって出られたんでね。今日はちょっと、もう乾さんを、サポートで読めたくなっちゃうんでね。乾さんネタなしでこれから一人で頑張っていかないといけないんですよ。応援よろしくお願いしますね。はい。お願いしますね。はい。で、そうです。まあ、だんじりのお話はこれぐらいにしまして。今日もね、話のネタ多いんでね。何度行きますが。で、はい。岸和田の顔といえば、ね、腰の三姉妹というのがね、三姉妹という方いらっしゃるんですけどもね、ファッションの話でね、私取り上げた時も少しお話ししましたけども、だいたい1970年代ぐらいにね、まあ、海外に飛び出していった、日本のファッションデザインの中で、成功された方々ですかね、越野、ひろこさん、越野、純子さん、ん？ちょっと待って。越野ひろこさん、長女ひろこさん、次女純子さん、三女美智子さんの越野三姉妹。で、その三人が、育てたお母さんっていうのがね、育て上げたお母さんがいらっしゃるんですけれども、その方の名前をど忘れてで、はい、その方が、まあ、岸和田でずっと洋裁店をしてたと。
はい。で、その要塞店のお店が残ってまして、で、何年前かな、何年か前に、連続テレビ小説、カーネーションに取り上げられまして、はい。で、まあ、それが縁でね、まあ、観光スポットとして、岸和田の駅前商店街、ここですわ。こんなところです。はい。岸和田駅前商店街の中にね、その連続テレビ小説、カーネーションやってた時に、小原洋装店という、まあ、セットのようなね、はい、ショップが、テナントみたいなのができまして、これがね、まあ、放送中に期間限定やったんですけどもね、行ったらありまして、はい、残ってました。こんなんです。はい。ドラマ見てた人、ああ、懐かしいわ、と思うかな。はい、水玉のね、ドレス、飾ってありますけどもね、多分ドラマで使われたやつだと思うんですけどね。はい。はいはい、この水玉のドレスで一世風靡したんですね、お母ちゃんがね。はい。これ、小野町さん扮する、いとこさんね、いとこさん。はい。まあ、こう、ね、ドラマを再現されてまして。で、まあ、当然、だんじりとゆかりが深いんでね、だんじりも、岸和田のだんじりもドラマではよう出てきました。はい。で、これね、見たことある、見たことあるな、思う、なんだこれ、ミシンね。これ、現物ありました。これ、オープニングで出てくるやつですわね。はい。こんなのが飾ってあり、アリーノ。で、ちょっとね、お祭りの日に行ったんで、どこまで通常営業と一緒なんかわからないんですけれどもね、なんかいろんなドラマのゆかりのものとかが置いてあるそうです。はい。それと、アンテナショップって言いますか、地元のお土産品なんか売ってますね。売ってました。何でしたっけ、なでしこというかね、岸和田のお土産ショップが半々ぐらいな感じになってましたね。はい。ですので、こういう観光スポットがありますんで、まあ、岸和田に行かれましたら、こちらもどうぞという感じですが。はい。で、もう一つが、このショップかと思いながら、トコトコトコって言ったら、もう一軒ありましてね。こちらがね、越野洋裁店という。はい。あれとか思ったんですけど、二つあるんかいと思ったんやけど、どうやらこちらが、もともと、本物のと言いますか、さっきのドラマの再現されたお店なんですね。ドラマの中の架空の、まあ、越野さんの名前じゃなくて、小原さんだったんで、まあ、ドラマの小原洋装店があちらにありまして。で、こちらは、本物の、越野ママが、経営していた洋裁店がここにあったということで。で、今はね、こちらは、なんていうんですかね、ギャラリーになってるんですね。もう、ね、お母さんお亡くなりになりまして。で、90何歳まで、現役でバリバリ頑張ってはったということなんですけどね。まあ、亡くなりはったら、その後がね、ギャラリーに今なってるそうで。はい。まあ、こんな感じで、昔の懐かしいね、越野洋裁店の歴史がわかるような写真が、まあ、など展示がされてるそうです。はい。で、お祭りの日に行ったらさすがにね、閉まってました。なんかね、だんじりの日はここにね、友人を集めて、おもてなしをするのを毎年の恒例でしてはったそうなんでね。はい、今年も、おそらく越野さんゆかりの人たちが、この2階で、眺めてはったやと思うんですけれどもね。普段行ったらこんな感じで写真が、見れますんで、ファンの方ぜひぜひこちらも、寄ってみてください。はい。私もね、ドラマ見てて面白かった口になったんで、まあ、すごい、ね、行ってみたかったんですけどもね、はい。あと、小野町さんのね、いとこさん面白かったですけど、夏木まりさん、年取ってからのね、夏木まりさんになったいとこさんも結構おもろかったですね、はい。で、そうそう、いとこさんと、いい仲かな、みたいな感じに、の役柄だった、ほっしゃんっていうね、吉本、所属のタレントさんが、もう、当日いてはりました。はい。えらい、サービスの栄光って手振ってはって、みんなでわーいって盛り上がってはりましたけどもね。はい。まあ、こんな感じですかね、今日はね。はい。はい。あ、コメントありがとうございます。ニコニコ生放送。越野彩子さん。どうもありがとうございます。そうですね。もう、準備がザルのようにザザ抜けで申し訳ないです。はい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 。ありがとうございます。はい。で、こんな感じで、はい。まあ、カーネーションの話といいますか、岸和の話でした。以上でございます。はい。で、話変わりまして。
あ、もう時間が押しておりますが、奈良国際映画祭の話しましょうか。しましょうか。はい。あれ音終わっとるか。大丈夫か。はい。奈良国際映画祭というのがあります。ごろ、もうごごっていきますけれども。はい。まあ、その前ちょっと一つなんか話挟みましょうか。まあ、そりゃいいか。奈良国際映画祭のがね、同時期になりまして、前々回の、いつや。ついこの間だったんですね。先週、この番組で見てきた出会いを話してたんで、先週末ぐらいですかね。だから、あれだ。岸和田だんじりの時と同じ週末ですね。はい。奈良で、金曜日にね、レッドカーペットがありましたんで、金、土、日、月、まあ、ほぼ連休3日間、はい、9月の、はい、かけて行われますね。国際映画祭です。国際映画祭と言いますと、あのね、ロカルの映画祭とか、カンヌ映画祭とか、ね、ありますけども、あれと、まあ、言ってみたら、同等の、はい、映画祭を奈良でもやろうということで、立ち上がりまして、はい、映画監督の、川瀬直美さんが中心になって盛り上げております。盛り上がってきつつあります。そんな映画祭があります。奈良国際映画祭。今年でね、第3回ということで、2年に1回やってるんですね。はい。2年に1回奈良市内で行われます。今年は3回目ということで、はい。で、結構ね、もう手作りの、結構ね、手作りの、と言いますか、手作りじゃないんですけど、まあ、ほんまに市民が、中心になって、はい、やっている、イベントですので、本当に有志といいますかね、奈良の映画で盛り上げたい人たちが、まあ、地元のね、有志が集まって、やっております。はい。市民ボランティア153人が運営を支えということね。2年前の、前回を大きく上回る1万8000人が足を運び閉幕しましたということで、ニュースが載ってました。始まった時ね、号外も出てました。はい。これですね、ようこそ、奈良国際映画祭って、読売新聞の号が出てましたけれども。はい。画像がね、もうちょっと綺麗に映ったらいいんですけどね。うん。なんかね、サルサバ池でレッドカーペットってね、去年、前回はね、やってまして、今年は、ちゃんとした言いますか。2年前はね、サルサバ池の階段を、に赤い色を投射して、レッドカーペットみたいな、なんかね、粋なことをされてたんですけどね。はい。もうやっぱ世界、から招待されましたね、映画監督なんか来られまして、はい、なかなか盛大にやっておりました。ちなみに裏は、正倉院展でございますが、はい、もう秋といえば奈良の秋は正倉院展です。はい。で、閉会式に、女優の夏木マリさんがね、あと松田美由紀さんが参加されたということでね、はい、夏木マリさんです。また今日は何回か名前出てくると思うんですけどね、はい。まあ、こんなことがありまして、ちょっとサイト見てみましょう。はい、ちょっと用意をしますので、でもあれですね、最近は、いやでもそれにしてもね、ちょっとね、ようやく忙しいのも一段落したんでね、いつもね、私ご飯言ったらね、てんやまんと言いますかね、まあ、買ってきたものをレンジでチンするだけなんですよ。まあ、そういうのが多いんでね、多かったんで、ちょっとたまにはね、手間をかけてね、美味しいご飯を秋やしね、食べなあかんなと思って、一手間かけたらね、大体、ええじゃないですか。料理もね、手ばっかり抜いてないでと思いまして、ちょっと久々にね、いつもね、買ってきたパッケージそのままレンジでチンするんですけどもね、ちょっと一手間かけて皿に移してみまして、それでチンしてみたらね、やっぱちょっとちゃいますね、美味しさがね。はい。やっぱそれぐらいの余裕は欲しいと思うんですかね。はい。どこかな、ほら違う、なかなか喋りながら、動かすのも大変ですね。これか。よいしょ。はいはい。これも終わった後なんですけども、まあ、こういう、あります。でね、奈良、
奈良ってね、今映画館が奈良市なんですけどね、映画館がないんですよね。それで、なんか映画をもう一度復活させようみたいな動きがあるそうなんです、あるんですけどもね。でも実はね、かつてはね、京都の渦政のような感じで、奈良も映画産業がすごく盛んだったんだそうです。昭和の初め頃ですかね。はい。乾さんがその辺詳しかったんで聞いたんですけども、結構、はい。映画産業としてはね、盛んだったんだそうです。そんな時代もあったんやなと思うんですけどもね。はい。ただ今はもう完全に、映画館すらなくなってしまったという寂しい状況なので、で、まあそんな中で、映画で、まあ、町おこし的な部分も、まあ、活動の中で含まれてるんですけども、まあ、あと芸術的な映画をね、どんどん上映していこうという運動が。で、これ、奈良国際映画祭が始められたそうです。はい。映画監督、河瀬直美さん中心に、国際映画祭、芸術的な、いわゆる芸術的な映画ですね、を、評価し、上映すると。そして、新しい才能の発掘ということで、まあ、新人、ですね。これからの監督ですね。だから普通に映画館、通常の映画館とかで、まあ、上映されないような映画がほとんどなんですけども、そういったものを、上映して、まあ、いいものには、賞を贈ることで、どんどん、そのシーンを育てていこうというような、はい、活動です。あと、まあ、一方では、奈良市内の地域活性化というようなことも、兼ねて、いるそうで、で、当日のイベントとしては、まあ、通常の映画上映に、プラスしまして、例えば、奈良だし、春日大社の奉納上映会があったり、地元の小学校で、ワークショップがあったり、で、子供たちと一緒にね、映画を作るといったようなワークショップがあったり、まあ、子供たちと一緒に、まあ、イベントを行ったりとか、そして、まあ、自転車発電上映会というのもあったんですね。これはね、なんか、去年は ET とかやってたんですけどもね、まあ、野外上映なんですよ。だから、ちょっと懐かしいですね。野外で、みんなで、外で、映写機に映る映画をね、見るんですけれども、その、映画を見るためには、その、電力を発電しないといけないって、発電用の自転車が置いてありまして、でそれを大人が一生懸命漕ぐと。まあ、子供もみんな漕ぐと。で、電気が足りなくなると映画が止まるみたいな感じで、みんな一生懸命自転車を漕ぎながら映画を見るみたいなね、こんな面白い試みもやられてました。はい。あと、夜のね、猿沢池では、光と映像と音のアートパフォーマンスなんかがね、行われていたりとかして、なかなか、映画祭と一口で言いましても、なんかいろいろ幅広い、ことをやっておりました。はい。で、私はね、見に行ってたんで、一日だけね、見に行けたんですけどもね、猿沢池近くの尾花座というところで、復活上映会に参加しまして、はい。結構懐かしくて見たい映画があったんで、それを見てました。イージーライダーっていう70年代のロードムービーの傑作がありましてね、これ、久しぶりに見ましたね。なんかそういう昔の懐かしい映画を私は堪能してました。はい。イージーライダーというのはちょうどね、この番組でも、70年代の、取り上げたりしてましたんで、まあ、そういう前、なんかそういう知識を持ってみたら、あの映画ってよくわかりますね。はい。最初、20代ぐらいの時に見た時は、なんかちょっと、ちんぷんかんぷんの物足りなかったんですけれども、あれは、はい。なるほど、ああいう時代背景でこういう映画だったんだ、みたいな感じで、なんていうの、デビッド・リンチ監督のね、二人の、まあ、いわゆる反体制的な生き方をしているね、はみ出し者が、まあ、アメリカをバイクで旅をするというようなね、ロードムービーになってました。はい。結構面白いですね、あれ。面白かったです。そして、俺たちに明日はないという映画も見ました。あれはね、実在する銀行強盗のドキュメントでもないかな、をモデルにした、これもまたアメリカの映画なんですけれども、本当にラストが衝撃的でね、はい。これもね、まあ、面白かったです、すごく。はい。大体これも、あれですね、アメリカがちょっと、楽しかったアメリカが終わった頃のね、ちょっと病んできたようなアメリカの姿が反映されてるのかな、なんて思いながら見ておりました。はい。そして、
なんと、里見八犬伝っていうのを見まして、これがね、バリッバリ80年代でした。はい。薬師丸ひろ子さんが主演されてるんですよ。なん、里見八犬伝の、アクション歴史映画みたいな感じですかね。はい。で、昔のいわゆる時代劇と違って、何でしたっけ、真田広之さん、ね、と、千葉真一さんの、出演する、キレッキレの、キレッキレのアクションが見れる。はい。もうノリノリの頃の時代の、はい。アクション時代劇でした。面白かったです。はい。そして懐かしかったですね。とても80年代的で。でね、CG とかがないんで、みんな本当に、肉弾戦といいますか、本当に体を張った映画だったっていうところがね、すごかったです。で、ひろこちゃん可愛かったですね、めちゃくちゃ。もう、やっぱアイドルのパワーはすごいなと思いました。はい。全部ね、私の番組で振り返りと関連があったんでね、まあそういう見方をしてたんで、もう一つ面白かったんですけどね。はい。で、ひろこちゃんね、主人公のひろこちゃんと、まあヒーローの、真田広之さんがね、イチャイチャするんですよ。やめろって感じでね、ひろこ、俺のひろこに手出すなみたいな気持ちになりました、久しぶりに。不思議なもんでね、もうひろこさんもええ年ですけれどもね。はい。まあ、でもいつまでもそんな、初々しいパワーを感じさせる、なんか時代を超えるパワーをね、映画持ってるんやな、思いました。そして八犬伝の悪役でね、魔女っていうか、まあ魔女みたいな役で、夏木マリさんが出ておりまして、はい、なんていうか、ものすごくかっこよかったですね。熟女の魅力と言いますかね。はい。なんか、今の年やったら絶対こっちの方がいいなと思うんですけど、私も40過ぎましたらね。まあ、ひろこちゃんひろこちゃん可愛かったんですけど、夏木マリさんの悪女がまた、すごい良かったですわ。はい。でね、ちょうど隣に来てはったんですよ、ご本人が。奈良国際映画祭のね、なんだ、審査員で来てはったんでね。はい。で、こっち来てくれへんかな、来てくれへんかな、と思ってたんですけれどもね。やってる役柄が役柄なんで、さすがに気恥ずかしいのかもな、とか思いながらね。はい。そんなことがありました。はい。奈良国際映画祭でございました。はい。またね、2年後に、続きが、またね、あると思いますんで。はい。こんなこともやってるんですよ、ということでね。はい。ということで、次の話題ですが、トントン行きます、もう30分しかねえな。頑張ろう。はい。ありがとうございました。はい。で、次の話題ですが、なんと、ニコニコ生放送を取り上げます。ニコニコ生放送を、私、ありがとうございます。放送結構させていただきまして、本当に何も知らないところで始めまして、はい。いろいろ視聴者の皆さんにご迷惑をかけてるかもしれないんですけれどもね、ノリが全然、違いますんでね、で、分かってないんでコメントのしようがなかったりするんで、あれなんですけれども、ちょっと私もね、最近、もうこっちの世界が面白くなってきたんで、はい。ちゃんと、ニコニコ生放送のことを勉強しようかなと。とか、ニコニコ文化ですかね。はい。なんかそういうのがすごい、興味湧いてきましたんで。で、調べたことは、皆さんと共有したいということで、この番組で取り上げようと思います。はい。ですので、ユーストリームを見てる皆さんにも、おすすめしたいかなと思いますけれども。はい。そうですね。とりあえず、もう文化が、あるんですね、ちゃんとね、一つのね。ニコニコ動画の方ですかね、ニコニコ動画。はい。多くのネットカルチャーを生み出しているということなんで、はい。その話も一つで、ニコニコ動画から発生したものがニコニコ生放送ということなんですよね。なんですよね。視聴者の皆さん、よかったら、補足してやってください。私、ちょっと、頑張ってまだまだ、もう入り口ぐらいしか分かってないもんですからね。はい。ニコニコ生放送、設立日が。2007年12月25日ということで、クリスマスじゃんって感じでね。なんですけど、2007年ということは7歳。まだ7年という新しいサービスなんだそうですが、ちょうどある初音ミクさんと同い年なんですかね。はい。ですから、サービス的にちょうど、同じ時期に始まったんでしょうね。そういうことですよね。はい。ちょっと今、パソコンが急に落ちたんで、復活 !1234。ああ。復活しました。すみません。はい。ね、ですから、前ね、初音ミクさんのお話ししたときに、ニコニコと、初音ミクは、まあ、同じようにこう、影響し合いながら、こう、育ってきたみたいなイメージのことをね、教えていただいたんで、あ、そういうことかと思いました。はい。
で、そうですね、座席番っていうのがあるんですね。入場順でこう座席が決まると。だから私のこの番組なんか、まあ、ディアーズならの各番組もそうですけども、まあ、ディアーズならというチャンネルがあるんですよね、きっと。ありまして、で、そこに、まあ、私の番組だったら、まあ、この1時間半、こう、劇場みたいな感じでステージがあると。そうすると、入場した順からこう、席順があるらしいです。っていうのを初めて知りました。なので、1番って言うてるんですかね。はい。それからなんか、1番をたくさん取ったらなんか、ええことあるんですかね。はい。一番たくさん取ったら、漏れなく何かサービス特典があるとか、そういうことはないですか？ないですよね。はい。で、優勝、あ、優先視聴基準か。かな？早い順ほど優先されるんですかね。はい。教えてください、また。で、運山とは2番号でいいんですかね。2番号っていう。はい。で、池袋に移転するんですかね、今年ね。ということらしいですが。で、すごいですね。運営による公式生放送は、1日2桁を超す番組が、2桁、10?100?10? まあ、すごい数の番組が常に生放送されていると。特に夜なんかすごいでしょうね。ですから、その数あるいろんな生放送を、かき分けて私の番組に来てくださって、あなたありがとうございます。ほんまに、こんなつまらん、しょうがない話ばっかりごめんなさい。はい。で、最近よく、話聞きますが、ニコニコ町会議とか、ニコニコ町会議とか、ね、あるんですよ。町会議ってなんか、すごい、いろんな町に出張するんですかね、そのニコニコが。だと思うんですけど、ちょっとこれ調べきれてないんですが、よく、話題に上がってるんで、なんか注目されてるのかなと思ったんですけど。で、ニコニコ町会議言ったらね、去年かな？あ、今年か。なんか、すごい、大々的にやってはりましたね。後でアップされた写真を見て、なんかすごいことやってんなと思ったんですけれども、なんか内閣府のね、政治家が来て、ブースが出てたりとかしてましたね。あれは、何でしたっけ？こう、ニコニコの、ネット上にあるニコニコを、その幕張でしたっけ？ああいう大きい会場に再現するみたいな、そういうコンセプトでやる、大きな、ファン感謝祭って言いますか、まあ、大きいイベントなんだそうです。はい。そんなことをやってて、えらい、すごい集客と話題を集めてるみたいですね。あと、ニコニコミュージカル？ニコミオっていう、そんなのもあるそうですね。あと、有名アーティストによるライブの生放送による有料配信なども行ってるということです。はい。だからチケットを買うんですね。チケットを買って、まあ、コンサートに行くんじゃなくて、チケットを買って、中継を見るみたいなことなんですよね。新しいな。はい。ニコニコ町会議が千葉県、幕張メッセ会場となるか。はい。で、ニコニココミュニティ、で、私、生主って何言ってんの？なんか、とぼけたこと言ってましたけれども、わかりました。私がそのオーナーと言いますか、生主でいいんですかね、読み方ね。はい。どういうことですかね。はい。と、頑張ってこんなもんです、調べられた。すいません、少しずつ勉強していきますんで、すいません、よろしくお願いします。また、はい。で、なんか、あれですってね、近々、角川生、ん？ニコニコ、角川祭りかなんかで、すごい、角川映画が、どんどん上映されるみたいなニュースが上がってましたんで、結構、ラインナップ見てると楽しみでね、はい。私も昔のね、懐かしいね、野生の照明とかね、ああいう映画も見たりしたいなと思いつつ、今のね、何でしたっけ、春日の憂鬱でしたっけ、ああいうのもちょっと見てみんなに追いつきたいなというふうな、思います。はい。そんな感じです、今日は。お、ちょっとテンション落ちてきた？はい。というわけで、はい。まあ、こんなところで、じゃあ後半に一体移りたいなと思います。うん、後半は、日本のサブカルチャーについてです。エヴァのお話とかかな。まあ、その辺なんで、まあ、ここはもうちょっといつも通りに行くかなと思います。はい。あ、その前に、なんかいろいろね、おもろい話をしようと思ってテンパってるっていう、なんか情けない状況ですね、私ね、今ね。はい。
これがなんかもう、クマなんかスラスラ言えるようになったんですけど、まあ、芸人さんすごいね、ある意味ね。まあ、あれが仕事や言うてもね、うん、やっぱりよっぽど度胸と、知恵がなかったらできへんな、あんなことね。ちゅうわけで、後半ですけれども、ちょっとまあ落ち着いて、ここからいつものトーンでいきたいと思います。いつものトーンで眠くなるかもしれませんが、ご容赦ください。はい、日本戦後サブカルチャー誌という、番組があるんですけれども、はい、あれがね、うちの番組的にすっげーおもろいんで、この番組のフォローしようかなと思って勝手に歩行運でやってるんです。はい。で、やってたんですけれども、なかなか毎回話が多いんで、なかなか落ち着かないんで、今日まとめてやろうかなと思ってるんですけども、はい。いつの間にか80年代に突入しておりまして。で、私一応ね、70年生まれなんですよ。なので、まあ、80年代を知ってるかなっていう感じで、ちょっとリアルタイムに近づいてきてるんですけれどもね。80年代と90年代まで。はい。今、突入してます。本当の番組の方は。なので、今日はその辺の話を中心にしたいかなと思うんですけれども、はい。そうなんですよ。はい。だから、今日は YMO、テクノとファッションの時代っていうね、80年代の話と、岡崎京子さんっていうね、漫画家、伝説の漫画家さんの話と、そしてね、1995年の衝撃ですね。エヴァンゲリオン。あれは何だったんだ、あれは何だったんだろうみたいな。あれは何だったんだろうみたいな話。ね。はい。なります。ちょっと BGM 変えようか。ね。ちょいとお待ちを。まあ。でもなんかね、知ってる、覚えてるようで覚えてないですね、昔の話ってね。だから、改めてまとめてみたら、振り返ったら、こんな時代やったんやってね。特に90年代は私ちょっと衝撃でしたね。面白かったといえば面白かったんですけどもね。はい。でもなんか、よいしょ。ズバン。これちょっと違う。はい。80年代と言いますと、はい。YMO がね、かっこよかったんですよ。はい。ただ私、YMO 世代でないんでね、生まれてたんですけれども、まだ音楽をそこまで知らなかったんで、YMO が、リアルで活動してた頃っていうのは、は、リアルタイムでは知らないんですね。で、後で、まあ、レコードを聞いて、まあ、私の多分お兄ちゃん世代が、友達のお兄ちゃんとかがね、聞いてたんで、友達ん家に遊びに行くと、まあ、あったんでね、なんとなくは知ってたんですけれども、はい。まあ、後でね、何でしょう、20代ぐらいの時に、まあ、そういう、いろんな、まあ、カルチャー色のことに興味が出てきてから、
画面興味が湧いてきまして、それからハマりましたね。はい。で、これは、おう。よいしょ。ちょっと待ちよ。全然コメント見てなかったな。はい。大丈夫かな？よいしょ。はいはいはい。で、です。で、何が、まあ一言で言うと、YMOかっこよかったです。かっこいいっちゅう話です。はい。で、あ、そうそう、この番組的には、知らない人に紹介するという、ことで、まあ、私流に優しく説明するようなのが売りなんでね。はい。YMO って言いますと、まあ、音楽グループなんですけれども、まあ、バンドですね。はい。ただ、テクノという、割と今ではね、ポピュラーになってますけれども、まあ、そういったジャンルの音楽の割と元祖的な位置づけにいる人たちです。はい。メンバーは、細野晴臣さん、坂本龍一さん、高橋幸宏さんという、もう三巨頭ですね。はい。こういう方々がいらっしゃるんですけれども。おっとっとっと。はい。で、彼らが何がすごいかと言いますと、まあ、いろんな功績はね、もう、各メディアでしょっちゅう取り上げられてますんで。はい。私流にこれを YMO をね、何がすごいかっていうのを説明しますと、多分ね、存在的に、ガンダムみたいなもんです。という。はい。ガンダムみたいなもんです。はい。何がと言います。その心は、一時期ブームになったんですが、復活しましたという。はい。で、2000年超えてからね、なんか、若い世代に、取り上げられまして、また再ブームが来ると。で、再ブームになってから、また新しく進化しだしたという、なんかそういう意味で、ガンダム的だと思います。はい。だから昔のすごかった連中じゃないんですよね。今でも現役で進化し続けるすごい人たちっていうイメージですね。なんかガンダムもそうですよね。もちろん一世を風靡しましたけど、今また、新しいものとして復活してるって言ったりな。で、すごいカリスマ性があって、信者がたくさんいるみたいな、そんなイメージですかね。はい。で、おう。で、イエローマジックオーケストラと言いますと、1978年に結成された日本の音楽グループ。で、これ、実はね、番組ではね、テクノの元祖みたいな感じで紹介されてましたけれども、まあ、厳密に言いますと、テクノプラス、ディスコサウンドプラス、日本の民謡といいますか、民族音楽みたいなね、そういうコンセプトだったんですね。で、これリーダーの細野さん、細野晴臣さんの、が、まあ、いろんな連作を手掛けてる中の一つで、まあ、イエローマジックという、まあ、コンセプトで、まあ、様々な音楽活動をしてたんですけども、その一環で作られたユニットだったんですね。ですから、実際のところは、まあまあ、その時スタジオミュージシャンだったという、まだ坂本龍一さん、そうなんです、まだ彼はこれで有名だったんで、スタジオミュージシャンだった坂本龍一さんと、で、まあ、ポップ歌手として活躍されていた高橋幸宏さんを誘って、まあ、ユニットとして結成したと。だからユニットなんで、多分1枚2枚出したら終わりだったのかもしれないです、ひょっとしたら。なんですけども、ものすごくヒットしたんで、そしてものすごく、一人歩きするぐらいの勢いで、時代の中耳となったようなバンドでございました。はい。当時のね、テクノニューウェーブっていう中にもしっかり収まり、で、アメリカで当時流行していたディスコサウンドですね。そこにも収まり、で、かつその中に、沖縄の音楽とか、まあ、そういった日本の民族音楽的な要素、ね、世界の民族音楽的な要素もどんどん放り込んでいくみたいな音楽の実験的なことをするような、ユニットだったんですね、もともとは。はい。それがまあ、今はもうテクノの代名詞みたいな、はい、グループになっておりますが、はいはい。で、はい、YMO に関してはちょっと改めてうちの番組で報告したいなと思いますが、はい。で、そうそう、80年代でね、この坂本龍一さんがこのバンドでブレイクしましたけれども、もう一つね、衝撃的なことをしてはりました。これは日本戦後サブカルチャー誌でね、紹介されてたんですけれども、筑波万博で、イベントをされたんですね。筑波万博と言いますと、科学の時代の万博ですね。
はい、科学の進歩万歳みたいな多分イメージの、万博だったと思うんですけれども、その中で、坂本龍一さんと、あと浅田明さんというね、思想家の方と、でラジカル TV という今の VJ の先駆けみたいな存在の方々が、筑波万博のイベントで、音楽と映像のイベントをしたんですけども、そこに流されたのが、戦争を暗示する映像だったという、はい、こういったいわゆるデストピア映像といいますかね、そういったことをしたいんだよというようなことがこの間の放送流れてましたけれども、あれが私結構衝撃でね、明るい未来のはずなのに、こんな、核戦争はもうすぐ起きるんじゃないかみたいなね、恐ろしい、映像を出していたっていうのがすごく80年代的だなというふうに感じました。はい。で、当時ね、ソビエトという国がありまして、今もないですけれどもね、ロシアになりましたけれども、なんか、ソビエトが滅びるなんて当時思わなかったんでびっくりしましたけどね、それもね。80年代はまだソビエト連邦を繋がって、アメリカと いつか核戦争をするだろうってずっと思われてまして、みんな思ってたんです。私も思ってました。はい。だから、ね、青い炎でも、ありましたけども、核シェルターなんかね、金持ちは家の地下に作ったりしてたんですね。あれ、ほんまの話で。ほんまに核戦争起きると思ってたんですよね。で、私もすっかり忘れてましたけども、あと、ノストラダムスの大予言のもあったんですね。ありましたね、という。確かに、だから1999年に核戦争が起きて人類を滅びるっていうのは割と真剣に思われてたと思います。はい。まあ、信じて、それは本気で信じてたらね、生きていけないんですけれども、確かにそう思ってたな、という。80年代が多分一番ピークやったと思うんですね。はい。なんかそんなこと思い出しまして。で、結構ね、80年代ってバブル経済絶好調で、すごく日本が豊かになった、時代だったんですけれども、で、そんな風に浮かれてる一方で、なんか、いつかこの美しい、楽しい生活は壊れるんじゃないかというようなね、恐怖心とか不安感と表裏一体だったというような、はい、そんな時代だったと思います、確かに。はい。で、もう一つね、80年代で黒の衝撃っていうのを番組で取り上げておりましたけれども、実は私の通信のカルチャーラでも、黒の衝撃というのを詳しく取り上げております。第27夜ですので、よろしければ、アーカイブを見てください。ませませ。はい。うん。そして、80年代の続きですね。まあ、YMO が終わりまして。よいしょ。まあ、原宿文化のお話があったんですけれどもね、そうそう、新宿で、60年代70年代は新宿が都市の、若者の中心だったというね、はい、そんな時代から変わりまして、ちょっと変えようか、まあ、そんな時代から変わりまして、で80年代はどうやら、原宿渋谷があたりがこう若者の中心地になったよというようなお話でしたね。はい。私も80年代ぐらいだったらだいぶ大人になったんでね、何度か東京に行ったりもしました。はい。なんか、この間ね、そんな話を、その時代を知ってる人とお話をして楽しかったんですけれどもね。はい。でも、まだまだ私も若かったんで、ね、大人の土地だな、都会だな、っていうふうに思ってたんですけれどもね。はい。でも、やっぱすごかったですね。80年代は80年代で、やっぱり熱い人たちがたくさん集まってましてね。はい。まあ、番組で時代のことを取り上げられたのを見て、まあ結構胸が熱くなりましたけれども、はい。ただ私はこの時代のことはあまり語れませんので、まあずっと大阪だったんでね、はい、その頃は。大阪の話だったらできるんで、この間の先週の番組みたいになっちゃうんですけどね。はい。で、そうそう。岡崎京子さんっていうね、漫画家さんがいらっしゃるんです。はい。で、私ね、意外とというかね、結構ハマりまして、主にね、80年代から90年代にかけて、活躍された伝説の漫画家さんなんですけれども、私ね、前も言いましたけども、少女漫画って苦手で、はい、子供の時はほとんど、ほんの苦手やったんですけど、この方の漫画だけ読めたんです。で、この方は少女漫画じゃなかったんですけどね、はい、割と大人向けの漫画だったんですかね、すごい話題になってまして、そういう、
ちょっとその文化的な雑誌とかにねよく紹介されてましたんで、漫画なのになんでこんな注目されるんだろうと思って見たら、はい、なんて言いますかね、結構アダルトな、はい、80年代の頃はね、結構過激な内容がおしゃれで可愛らしく描かれてるという、はい、不思議な漫画でした。そうなんですよ、割とねハードな内容だったりするんですけども、それはなんかさらっと切なく可愛い絵で描かれていて、で不思議ですね、すごく80年代っぽいといえば今思うと思いますね、はい。ピンクとかね、ジオラマボーイ、パノラマガールとかすごい面白かったです。はい、であとね、東京ガールズブラボーという漫画がありまして、でこれがザ・キューティーというファッション誌が、女の子向けのファッション誌があるんですけどね、まあ、今もありますけど、まあ、どんな風になってるかちょっと今わからないですけども、あの時代はなんか結構、ちょっと過激のおしゃれをする女の子が読むような、ファッション雑誌だったと思うんですけどもね、あれに連載されてましたし、東京ガールズブラボーという漫画がかなりブラッドに面白くて、はい、なんかねまあファッションうまく説明できないですけれども、なんとなくクリスタルみたいな感じの漫画ですかね。それの少女版みたいな。はい。はい。まあ、今のイラストの真ん中あたりにある、こんな感じで、まあ、ちょっとパンクな女の子が出てきたりするんですけれどもね。はい。結構おすすめなんで、ちょっとまた久しぶりに読みたいなというふうに思いました。で、90年代に入りまして、リバーズエッジっていう、これはあの番組でも取り上げておりましたけれども、結構問題作が出ましてね。で、割と今までの岡崎京子さんの漫画って、どこが可愛らしいところ、過激な内容ありながらも、どこが可愛らしくてキュートな、はい、部分があったんですけども、なんかそういうところから結構逸脱して、割とヘビーな、ストレートにヘビーな、漫画になりましてね。はい、リバーズエッジとあとヘルタースケルターっていうね、最近映画にもなったと思うんですけれどもね、はい、まあそういった問題作をいろいろと発表されてましてね、なんか漫画というよりも、なんか大人の小説家さんたちが、じゃあなんかこれは現代小説だみたいな感じで、はい、評価されてたように思います。はい。で、そんな漫画家さんなんですけれどもね、1996年、に5月に交通事故に遭われまして、ちょっと、それから、ずっと休業状態が続いてるんですね。で、すごく残念なんですよ。今、ね、お元気であれば、どんな漫画を描いてるんだろうなって、本当に思います。はい。実はずっと復活を待ち望んでるんですけどね。はい。何年か前に、岡崎京子さんがね、大好きだったという小沢健二さんの、復活ライブみたいなところに、車椅子で現れたというニュースがね、ツイッターで流れて、おお復活したっていうふうに、ちょっと思ったんですけれども。はい。まあ、未だに、そういうお話はないですね。先週、この番組で問い上げられた時もちょっと期待したんですけれども。はい。で、その後、まあ、岡崎京子さんこんな感じなんですけれどもね。で、その後、1990年代になりますと、バブル崩壊、平成不況、そして、まあ、95年がやばかったんですねって、こんなにやばい年だったんですかって思ったんです、番組で振り返ったとき、震災がありました。で、地下鉄サリン事件が起きました。で、バブルが崩壊して平成不況ということで、こんなに暗くてやばい時代だったんだなって改めて思いましたね。もう私も当時30代かなですので、ちょっと忘れてたんですけれどもね、確かに、世相がね、暗かったですわ。で、特にそれを反映してか、10代がすごく風紀が乱れていたというのもあったなというふうに思いますね。で、そういった背景があって、テレビのエヴァンゲリオンっていうのがね、あったんだなというのを改めて思いました。エヴァンゲリオン、テレビシリーズが95年前後の社会の空気と深く関わっていたんだというふうに思います。はい。出てね、放送が95年、96年、97年にかけてだったんですけれども、はい。だから、テレビシリーズ、エヴァのテレビシリーズっていうのは、まさにあの時代の空気、特に若者のね、心の風景というのと、すごく密接に関わりがあるんだな、というふうに理解して、見ると、見直した方がええな、と思いました。なんかね、この番組のも最近、エヴァばっかり言ってますんで、もう一回ちょっと、ここでしっかり振り返ってみたいなと思います。はい。近々やるかもしれません、エヴァンゲリオン特集。で、はい。
まあ、エヴァのことを振り返りね、やっぱり90年代しっかり振り返りたいなと思います。そしてそれとは別に今のね、新劇場版はあるのかなと。だからもう90年代はもう終わったことなんでね、はい、終わった時代に引きずられずに今の新しい映画を見せてくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあそんな感じですね。あとね、もう一つ言いたかったダムタイプの SN っていうね、伝説の映像パフォーマンス作品があるんですが、あれも1994年から96年にかけてだったんで、すごいな、お前の時代やばかったんだなと改めて思いました。はい、というわけでちょっと時間が押してきちゃったんで、最後駆け足になりました。すいません。はい、あと1分ぐらいで終わりますので、エンディングに入っていきたいと思います。はい。うん、来週、ちょっと予告ですけれども、私、久しぶりにライブ炭を行います。今週の日曜日です。あ、コメントが入った。わーい。わーい。エヴァ。エヴァかっこいい。ありがとうございます。エヴァンゲリオンかっこいいですよね。はい。こっちして。これのことですか？これのことですか？これのことですか？今日書きたてでございます。ありがとうございます。はい。で、はい、すいません。今週の日曜日に、天平大宮文化祭というのに、出まして、久しぶりに、ピアノとコラボ、生コラボして、あと、ダンサーさん、なんだ、ベリーダンスのダンサーさんと一緒に、まあ、モデルになってもらって書きます。名前、久しぶりのライブペイントでございます、奈良の、大宮天平文化祭でございます、はい、そして、来週の放送ですけれども、ちょっと乾さんともう一人シークレットゲストを交えまして、まあ、シーズン最後9月、ね、一応この番組シーズン最後ですので、なんか特別番組をしたいと思います。まあ、ワイ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 振り返りながら、トーク中心の、日にしたいなと思ってますので、はい、よろしければ来週もよろしくお願いします。はい、じゃん。というわけで、河村です。はい、皆さんどうも、今週も付き合いありがとうございました。また来週、よろしく、お願いしまーす。はい。はぁ、終わった。終わりましたね。なんか、無理くりな感じばっかりですんません。はい。というわけで、また来週、さようなり。いい。